海底東大って弁護士ですから確実にダメだったやつのね特徴を話してもらおうかなと思うんですよね。まあ、すごいディスるみたいな企画になってる。投資に対する効果が高いのは苦手科目なんですね。皆さんにですね勉強時に心がけていただきたいこと、これがですね始まりました。マーケットチャンネル。さあ、今回はですね、再び木戸さんにおいでいただきました。はい、よろしくお願いします。はい。海星東大、そして弁護士ですから、やっぱりですね、ちょっと、東大っていう、まあ、国立大学に受かった木戸さんに、国立ダメだったやつのね、ちょっと特徴を話してもらおうかなと思うんですよね。まあ、すごい、ディスるみたいな企画になってるじゃないですか。まあちょっと今もう竹田塾国立校のオーナーなんで、もうこれ国立チームだか国立チームだか、もういつも、いつもそうなんですね。ってなるんですけど、やっぱ改正でもダメだった人とかっていうのはいるわけじゃないですか。そうですね。国立に受からなかった人はいますよね。YouTube とか出てくると、やっぱ成功した人が多い、まあ校長さんとかもそうだと思うんですが、ダメだった人、ここがダメだよっていうところをね、言っていただこうかなと思います。ビシッと。そうですね、まあ、いくつかですね特徴があるんですけれども、はい、国立に残念ながら落ちちゃう方の特徴、まず一つ目、苦手科目やらない。おー、はいはいはい、はい、受験っていうこの競技に限ってはやっぱりこの総合的に何点取るかっていう話なんですよね、はいはい、国立の場合はまあ科目がですね私立より多いことが多いんですよ。その時に苦手科目の方が、まあ、私は ROI って言ってるんですけど、リターンオンインベストメントですよ。ほうほうほう。つまり投資に対する効果が高いのは苦手科目のわけですね、うんうんうん、40点を60点に上げる労力と60点を80点に上げる労力、これは当然前者の方が短い時間で済むわけです、うんうんうん、なので総合点を20点上げようと思ったら今40点の科目をやる方が今60点とか80点の科目をやるよりも同じ時間かけた時に上がる点数の幅ってまあ多いわけですよね。なるほど。数学はまあなんとか大学の私立には出ないからやんなくていいやとなると、うん、まあ、数学がずっと点数低いままなわけです、はいはい、そうなるとやっぱりこの国立大受けるときにですね総合点でなかなか取れないんで受かりにくい、うん、私がまあ知ってる知り合いも結構こういう人はいましたね、まあ、日本史がすごい好きなんで、うんうん、ひたすら日本史やって日本史の点数はめっちゃいい。90点100点ですのめっちゃ大変じゃないですか。そうですね、確かに。なのでもうこの10点上げる間にですね苦手科目だったら30点40点上がりますから、うんうんうん、まあ、そういうふうに苦手科目をまあやるっていう勉強してほしい。そして2つ目、はい、1つ目と似てるんですけれども苦手な出題形式に挑まないというのがあります、うんうん、まあ、例えば私立の場合っていうのは選択問題のケースが非常に多いんですよね、うんうんうん、こう細かく学部が分かれてたりしてこう受験者数が多かったりもするんで採点の都合上ですね結構まあ選択問題によりがちなんですよ。一方で国立の場合って、まあ、例えばセンター試験で受けられる人数を決めてたりするんで結局複雑な問題形式を出して一定長い文章を書かせるとか数学で言えば途中式を書かせるみたいなことが結構あるわけです。そういう時にいや選択じゃないのか選択問題好きなんだよなって言ってやんない。だから苦手科目はやってんだけど苦手科目の得意な出題形式ばっかりやってるっていうこのケースですね。これはですね結局その国立大学の問題ができるようにならないわけですから、つまり点数が上がらないと。だから苦手科目の方が ROI 高いんですけどあれですね浪人お前いつまでもですね通常はこの私立の出題形式よりまあ難しい複雑な出題形式のケースが多いんですよ、はい、この出題形式にちゃんと慣れてやるそういう練習問題をたくさんやるっていうことをやってほしいなと。記述ね嫌がっちゃう人多くてそうですね、まあ、自分でもよく分かっているんですけど僕慶応大学文学部なんで慶応大学文学部って国立形式なんですね英語、はい、ほうほうほう。なんでこうどうしてもですね、まあ、勉強してる時に説明問題来た記述しなきゃいけないまあいいかめんどくさいしみたいな感じで飛ばして勉強しちゃったりとかしてたんでそうするとやっぱダメですね。そうするとやっぱりねそういうものができるようにならないんですよねなかなかね。そして3つ目全ての範囲を網羅しようとするというのが、はい、オッケー網羅だよ全ての範囲を網羅しようとしすぎるばかり、うんうん、浅く広く勉強しすぎるっていうのがあるんですね。おー、はいはいはい、で特にその出題形式が複雑なケースっていうのは、うん、狭く深く出る場合はほとんどなんですよ。なんとか例えば記述問題歴史の記述問題だとしてもですね全ての時代からランダムに出るっていうよりは近現代がめっちゃ出やすいとかあるわけですよ。なるほどなるほど。だったら近現代の記述式問題みたいなのをたくさんやるべきなんですけど、うん、もう縄文時代からやんなきゃみたいな。あいますね初めからやんなきゃ。だいたい教科書って弥生時代に縄文時代から書いてあるわけですよ、うんうんうん、でもここら辺の話って前すぎてすごい変わるんですよね、うん、
例えばなんか日本最古のお金、はいはいはい、とかも僕の時はですね和道開珎だったんですよ、はいはい、ちょっと後にその不本線っていうのになってるんですね、はいはいはい、で今もう不本線じゃないんですよ確かに、もうちょっと前のやつ見つかったみたいな、まああくまでその出やすいところっていうのがあるんで、まあ、そういったところを特にこう深くねやるっていうのが非常に重要で、まあ、この3つぐらいがですねやっぱり国立になかなか受からない方の特徴なんですけど、なるほど、皆さんにですね勉強の時に心がけていただきたいこと、これがありまして、これがですねゴールから逆算をすると、あー、はい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 、これですね特に大学受験の方これやっていただきたいやっぱり受験日決まってるわけじゃないですか、まあ、2月の末ぐらいでしたっけ国立だと、はいはい、そうですね国立のですよね、まあ、大体それがこう第一志望だと、まあ、あるいは中旬ぐらいですか私立だと、それぐらいがこう最終デッドエンドになるわけじゃないですか、で、まあ、今っていう日があるわけじゃないですか、で、まあ、ここの間の日にしても決まってるわけですよね、それをどう過ごしていくのかっていうのをなるべく具体的に考えた方がいいですね、お朝起きて歯磨いてとか顔洗ってとか具体に1日レベルで言うとそうです、おー、なるほど、はい、もちろん1ヶ月後の今日何やってるかみたいな決める必要ないんですけども、大枠でこう逆算思考で決めた時に第1クール第2クールみたいなもうざっくり決めるんですけど、第1クールはこれやろうと、例えば何でもいいです、数学の数1数2と国語の漢文やろうみたいな、その時に第1クールが3ヶ月あったとして、じゃあ今月は何やろうと、じゃあ漢文のこの最低限のこの何ですか単語でしたっけみたいな覚えるのとかいうことをやって、でじゃあそれやるにあたってこの参考書とこの問題集やろうと、そしたらじゃあこの問題集が何ページあるのかだって何章あるのかって決まってるから、それをじゃあ今日あるいは今週この章やろう、そこまで決めるわけですね、うんうん、そうするとじゃあ今週第2章までいかなきゃいけない、50ページまでいかなきゃいけないんだとしたら7日間で50ページなんで1日 7,8 ページやらなきゃいけないなとなるわけじゃないですか、うんうん、そうすると1日 7,8 ページやるのにどんぐらい時間かかるのかということ、これをちゃんと計測するわけですね、おお、なるほど、つまり足元の日にちはめちゃめちゃ解像度高く細かく勉強計画をしつつ、これだけで考えないでちゃんとゴールから逆算をした結果足元がめちゃめちゃ解像度高くなってるとリーズナブルな勉強計画になるんですよ、まあ、ぜひですねこれは落ちる人の特徴とかじゃないんですけど、まあ、ここは、ね、強く皆さんにお伝えしたいなというふうに思います。確かにそうですね、こうゼロからこうやってねやってっちゃうと本当多いんでね、そうですよね、縄文時代からこうやってってって間に合わなかった近現代とかってなっちゃったらもう話にならないですからね、過去問もね古いのからやってって、そうそうそう、あれもう前日だけどまだ2年分残ってるとかってねそうやって勉強しました、東大倒した時は。あ、勉強しましたね、そうやって。特に僕はあの理系から文系に変わった文典っていうのをやったんで、はいはいはい、時間なかったんですよ、うん、それで見事に倒したわけですからね、はい、まあ、倒せたのか分かりませんけど、まあ、総合点ではなんとか合格点に行ったってことなんで、はい、ぜひですね、まあ、皆さんもどれぐらいの時間あるか分かんないんですけど、うん、諦めないでね、はい、まあ、日々を丁寧に過ごしていってほしいなというふうに思います。なるほど。え、最後に ROI でこうあいうえお作文があるってことでなるほどすごい無茶ぶりちょっと分かんないですねすいません、レアな俺いつでもいけるぜ、うん、何言ってることそんなキトさんが出てるチャンネルが、はい、四角スクエアチャンネルと言いまして、まあ、こういった勉強法の話とかをですねたくさんいろんな種類やってますし、まあ、司法試験どうやって勉強するかって話もしていますので、ぜひ興味ある方は見ていただきたいなというふうに思います、はい、今回はキトさんにおいでいただきましたありがとうございました、はい、ありがとうございました。